こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日はハードオフ5500円で買ってきたパナソニックルミックス G3 の紹介です。5500円で箱付き、バッテリーが2個付いていて付属品が充実していたんですが、本体を見てみると外観はややくたびれた感じ、すり減った箇所が目立つ個体にはなっています。ただ実際に使ってみたら動作はかなり安定していたので当たりの個体でした。ルミックス G シリーズ、今まで私 G1、G2 と使ってきました。世界初のミラーレスと言われたルミックス G1、 こちらはミラーレスなのに動画が撮影できない静止画専用のカメラでした。そして G2 になって動画が撮影できるようになって 720p HD 画質の動画が撮影できました。そして G3 になってついにフル HD 1080p の動画が撮影できるようになったモデルです。パワーズームのルミックス G レンズを装着します。電源を入れます。スイッチオン。動作は非常に快適でサクサク動いてくれる個体で良かったです。後ろから見てみます。シャッターを切ります。で、 G シリーズ伝統のバリアングル液晶でこんな感じで向けることができて、タッチパネル式になっていますので指で好きな位置にピント合わせて撮影したりすることができます。設定もここから変えていくことができます。ボタンも併用できますので非常に使いやすいです。フラッシュを光らせてみます。ポップアップしてあげて光るので注意してください。シャッターを切ります。もう一回連続して光るか試してみます。押します。無事に光ってくれました。メカニカルシャッターで一番速い高速連写をやってみます。画質設定はフル画素数の1600万画素、 JPEG のファインに設定してあります。シャッターを切ります。4コマ秒のスピードが出るんですが、最初の6枚目までしか速いスピードで連写されませんでした。画質設定を JPEG のスタンダードに変えてみました。これでどうなるかやってみます。シャッターを切ります。やっぱり6枚目までしか速いスピードになりませんでした。作例を出していくんですが、使ったレンズはこの3本。パナソニックパワーズームの 14-42mm、マニュアルズームの 14-42mm、そして望遠ズームはオリンパスの 40-150mm を使っています。動画の作例から見ていきます。動画でどれくらい使えるのか気になったんですが、マクロ撮影から始めて電車が来たところで電車に向けました。オートフォーカスはですね、速いとは言い切れなくてかなり迷った後に会ってくれる感じですね。それも一発では会わなくて2回目で会う感じです。ただ1回会ってしまえばその後外すことはなさそうな感じ。レンズはパワーズームのルミックス G レンズ 14-42mm を使っています。もう一度マクロに戻すとこんな感じ。やはり一発では合ってきませんね。少し迷ってから合ってくる感じです。普通に通過していく電車を撮影する分には綺麗に撮影することができます。早朝の電車の車両基地、東急田園都市線長津田の車両基地から長津田駅に向かって出発していくところです。鶴見線を歩いた時の動画です。終点扇町駅に到着する鶴見線205系電車です。関東地方ではすっかり数が少なくなった205系電車、出発するシーンです。モーターの音がいい音してますよね。デジタルズームの作例です。 150mm レンズでデジタルズーム4倍、 35mm カメラ換算だと 1200mm 相当の超望遠撮影です。空気の揺らめきが非常にいい感じです。デジタルズームを2倍に戻して 35mm カメラ換算 600mm 相当の作例です。 600mm まで戻してあげるとシャキッとした写りになってきます。ここから静止画の作例を見ていきます。巡航で焦点距離 78mm、
マイクロフォーサーズならではのかっちりした写りが魅力です。望遠レンズテレタンの 150mm、 35mm カメラ換算で 300mm 相当です。非常に安定感がある写りに見えます。デジタルズームがどれぐらい使えるのか試してみました。広角ズームレンズのテレタン 42mm を使ってデジタル4倍、 336mm 相当です。写りはやや落ちてはいますが、デジタル4倍でこれくらいなら許せるレベルかもしれません。電車の撮影楽しいですね。ルミックス G3 はシャッターを切った時のビクッと本体が振動する感触がいい感じでした。小さいながらもしっかりシャッターが動いてる感触好きです。高感度 ISO3200 の作例です。この頃発売されたモデルから高感度にどんどん強くなっていった時代なんですが、 ISO3200 でも許せる画質です。拡大してみます。 ISO3200 だとこんな感じで映っていきます。 ISO6400 です。電車の正面とか見てみると、個人的には ISO3200 は許せるんですが、 6400 は使わないでおこうかなと思う画質になりました。拡大してみます。 ISO6400 だとこんな感じです。公園のマクロを流していきます。すべてオリンパスの望遠ズームレンズ 40-150mm を使って撮影しています。マイクロフォーサーズを使ってマクロ撮影楽しいですね。仕事の昼休みに職場近くの公園に行って撮影してきました。非常にいい息抜きになります。すごくたくさんの花が咲いているように見えますが、実際はそれほど大きくない小さい花壇です。マクロで撮影してあげると小さい花壇でも豪華に見えます。ボケを狙って水道の蛇口を撮影してみました。ブランコを撮影しました。こういうピンポイントでピントの位置を指定したい場合、タッチパネル式が非常にやりやすいです。玉ボケを狙ってみました。まあ、レンズのスペックといった感じにはなりますが、ボケもいい感じです。ほとんど外れなく撮影できた感じで、マクロ撮影とかしていても連写する必要がなくて、単写撮影で撮影してほとんど成功していく感じでした。スナップの作例を出してみます。朝のジョギング中に撮影しているんですが、これも外れがないですね。非常に安定しています。朝日の反射が入っているんですが、ダイナミックレンジも十分だと感じます。さすがに空を大きく入れて撮影すると白飛びしてしまいますが、それでも悪くない感じに見えています。ということで、ルミックス G3 を使ってみたという動画でした。この G シリーズ、世界初のミラーレスシリーズということで思い入れがあります。派生の GH シリーズも欲しいんですが、やっぱりオリジナルの G シリーズも気になりますので、今後コンプリート目指して買い進めていきます。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンカメラのレビュー動画を作っていきます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。